画像は相葉正則、アサヒグループホールディングスは、ジャニーズタレントの性加害問題による波紋を受け、今後はジャニーズタレントを広告などに起用しないことを発表しました。これに伴い、現在放送中の CM や各広告は順次打ち切られ、契約は更新されません。アサヒグループホールディングスでは、スーパードライ製ジョッキカンのイメージキャラクターに元 V6、岡田純一さん、 生田斗真さん。栗アサヒ。にあ桜井翔さん。カトゥーン。中丸雄一さん。平成ジャンプ。山田涼介さん。セクシーゾーン。菊池風磨さん。ミンティア。ミスノーマ三つ屋サイダーに。に嵐、ら桜井翔さんと相葉雅則さん。よし少年を起用していました。画像は、ジャニーズが、 出演のアサヒグループ商品ポスター画像、三ツ屋サイダー、レモラ、クリアアサヒ、ミンティア、生ジョッキカアサヒグループホールディングスは、契約終了を決定した理由として、ジャニーズ事務所による明確な被害者救済と組織運営の是正が認められなかったため、アサヒグループの人権方針と相反するためと説明し、CM などは順次取り下げていくとしています。 また、東京海上日動火災保険は、嵐、相葉正則さんの CM 契約を更新せず、途中解除することも検討中と発表しています。さらに、嵐の活動休止後も、JAL は、桜井翔さんや松本潤さんなどを CM に起用していましたが、同社の人権方針にのっとり、ジャニースタレントの広告起用を見送ることを決定しています。 日本テレビは、ジャニーズ事務所所属タレントの番組出演について変更する予定はないと述べています。今後も、視聴者の期待に応える番組を制作します。テレビ朝日は、タレント自身に問題がない限り、引き続き番組に出演させたいとコメントしています。他のテレビ局は、起用については明言を避けています。画像は、24時間テレビ、 チャリティーシャツ着用な庭男子の画像。今年の24時間テレビは騒動の影響で低視聴率で、募金総額も前年よりも減少しました。来年の24時間テレビ47では、相葉正則さんがメインパーソナリティに起用される可能性があります。相葉さんは、アールルみんなの動物園の MC を担当し、総合演出を手掛ける A 氏とコンビを組む予定です。 来年は A 氏が担当し、総合演出を務めることが予想されているのは、みんなの動物園という番組です。この情報は制作会社関係者からの話です。また、24時間テレビのスポンサーには、朝日グループの会社も含まれています。現時点ではまだ、憶測の域を出ませんが、日本テレビはジャニーズとの関係を優先し、 性花街騒動による波紋の中でも番組に積極的にジャニーズを起用しているためこの話はありえないとは感じません騒動も1年後には収まっている可能性もありますし現在活動休止中の嵐は来年9月にデビュー25周年を迎えるため再び活動を始めるなど大きな動きがあるとささやかれていますそのため相葉雅紀さんが 24時間テレビのメインになり何かしらの展開がある可能性もありますが最終的にはどうなるかはまだ分かりません9月7日の会見でジャニーズ事務所は故ジャニー喜多川氏の性加害疑惑を認め謝罪しました新社長に就任する東山紀之は自身は性加害を認識していたかと問われ噂としてはもちろん聞いていました あくまでも噂だと信じていた、と述べました。一方で、東山は北川氏の行為を、鬼畜の所業、と強く求断し、性加害を認め、被害者への保障を進めていくと話しました。会見終了直後、相葉正樹を起用していた、東京海上日動火災保険、あ広告契約を更新しないことが講じられました。現在、 活動休止中の嵐メンバーを10年いかみ起こしをしてきた日本航空も各紙の取材に対して被害者への救済状況を確認するまでは広告企業を見送ると回答しています朝日ビールは朝日スパードライ生ジョッキ缶の CM には岡田純一、幾田東馬、二宮和也、中丸雄一、 山田涼介、菊池風魔の6人のジャニーズタレントを起用していますが、契約満了をもって解除することを厳しく発表しました。今後もジャニーズタレントを起用した広告や反則は行わないと回答しています。一方、アフラック生命保険では、桜井翔の CM 出演については中止し、具体策についてはまだ示されていないと指摘しています。また、日本マクドナルド、 では、木村拓也、井野原義彦、近畿記 DEBUGSUSPEND などの出演については、別の契約に関わるため回答を保留し、状況を注視すると回答しています。本市が取材した10社と、9月8日18時時点で寄せられた具体的な回答は以下の通りです。FNN プライムオンラインによると、アサヒグループホールディングスは、 ジャニーズ事務所のタレントを広告で使わない方針を決定しました。アサヒグループは現在、三ツ屋サイダーの広告に相葉正則さんや桜井翔さん、スーパードライ製ジョッキ館の広告に生田斗真さんや岡田純一さんを起用していますが、今後はジャニーズ事務所のタレントを広告や販売促進に使わないとのことです。アサヒグループは、 ジャニーズ事務所による明確な被害者救済や組織運営の改善が見られないため、アサヒグループの人権方針に反するとコメントしています。アサヒグループホールディングスは、ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏による性加害問題を受けて、同社所属タレントとの広告契約を更新しないことを明らかにしました。同社は、ジャニーズ事務所による被害者救済と組織運営の是正が認められない限り、 当社の人権方針にのっ,とっていないため、とコメントし、現行の契約満了をもって解除し、延長の交渉はしないと決断しました。今後については、10月1日からの新体制で、どのような被害者救済に取り組んでいくのか、そこが明確になってから検討すると述べました。昨日の会見で、東京海上日動火災保険は、 広告出演に関する契約解除を検討していることを発表し、日本航空も3月から見合わせている。現時点で、契約再開の予定はなし、と公表しました。放送プロデューサーのデーブ、スペクター氏が8日、M バスストップテレビの情報、報道番組、4チャンテレビにリモート出演しました。ジャニーズ事務所の小ジャニー北川前社長の性加害問題に関連して、 各企業が所属タレントをイメージキャラクターとして起用している広告契約を見直すことを行ったことに触れました。ジャニーズ事務所は性加害問題をめぐって7日に記者会見を行い、藤島ジュリー稽子社長が退任し、少年隊の東山野利幸が新社長に就任することを発表しました。両者はラジャニー氏による性加害の事実を認めて謝罪し、今後は法令遵守のための人材を招き、 人権侵害防止のための体制整備を約束しました。被害者への保障についても期間を決めず行い、法を超えての対応も行うと述べました。ジャニー氏の性加害問題に対しては厳しく追及し、ジャニーズ事務所の名称変更は行わず、改革に取り組む方針を示しました。東京海上日動火災保険は、